えー、催眠と瞑想を得ると、どんないいことが起こるかという,ふうなことなんですけれども、あなたにもすぐに起こりますと。自分事として、これから、えー、私がです、ね、言うことをです、ね、感じてくださいというような感じなんですけれども、うん、本当にです、ね、起きてきますので、えー、それをです、ね、しっかりと感じ取ってください。まず、えーと、理想のパートナーを引き寄せることができます。 うん私が5、ね、0歳の時に2 0歳年下の妻をです、ね、意識の力で引き寄せ再婚して不奮気がないしのです、ね、ものすごく幸せなです、ね、家庭を今作っています。これが、えー、私の妻がです、ね、若かった頃の写真なんですけどあの、えー、私と結婚した当初の。 写真がこれなわけなんですけどもですね。で、えっ、ー、とこの意識の力という風うなものがですねの存在というのは今科学的にですね証明されておりまして。 で引き寄せの補足というのもえ、皆さんがご存知の引き寄せの補足というのは、おそらくです、ね、普通の師匠体で引き寄せるとかというような感じで、なかなかこの引き寄せがうまくいかないんですけども、最免瞑その主匠体になりますと、潜在意識の奥底にです、ね、その引き寄せのエネルギーを送り込むことができますので,です、ね、ものすごくうん上手にです、ね、引き寄せることができるようになっていますで。この方法で、家族の方が幸せに結婚しているという感じなんですよね。でこのどんな、えー、裏付けがあるのかというと、実験がです、ね、ちゃんと行われていると。 例えば、この感情と DNA という話なんですが、これは DNA の模型なんですけれども、えーと、このアメリカのハートマス研究所、人間の胎盤から取り出した DNA の長さを測ったと,で、えー、と。そうしてですね、その時に感謝、称賛の気持ち、また愛情を感じると DNA はですね、緊張を緩和させ、螺旋構造が開き、長くなりましたと。この、えー、DNA、私たちの細胞の中にある DNA がですね、長くなったり短くなったりすると。 それも我々のですね、感情、人間の体盤からさ他人の DNA なわけですね。他人の DNA がこれ長くなったり、それから欲求不満、不安、怒り、ストレス、これをですね、の意識の演技をです、ね、こで送りますと、ですね、うん、そうすると DNA が短くなって、<laughs> DNA の機能がですね、うんと、停止してしまうというような感じになりましてで、ですからこの他人の感情に自分の DNA がですね、反応するということが起きているわけなんですよね。 驚きだと思うんですけどもハートマス研究所というところでの研究の結果です。それからロシアのですね、科学アカデミーというところがありましてポポニン博士のガリア博士という人がですね、DNA は遺伝情報の伝達以外にもさまざまな情報伝達の役割を持っていることを証明したと DNA には送信と受信の働きがありコミュニケーションをしているんだと。 私たちは人と人だけでなく、宇宙の万物とつながっているということでしてです、ねこのその細胞、私たちの細胞の中の細胞核になるわかかる染色体、これをずっとですね解いていきますと、このような DNA の二重らせん構造、こういった感じになるわけなんですけれども、非常に長いんですけれどもです、ね、えー、と2メートルぐらいあると。だから2メートルのものがです、ね、この中に入っているわけなんですけれどもです、ね、えー、とこうやって折りたたんで入っているので、それが可能になってくるんですけれどもで、それが、 さまざまな遺伝情報以外の情報伝達の役割を持っているという感じですね、えー、いうことで、なんで、えー、意識のエネルギーという風なものを送りますといろんなことをです,、ね、することができるわけなんですよね。で、でこ,のこの方はですね、えー、実際にですね、えー、まず奥さんの方からラディアンスに来てですね、催眠療法を受けて、でその後結婚の集中プログラムというのを受けまして、 これで、えーと、ガイドにつながってですね、いろんなメッセージを受け取るのが得意になってですね、自分だけ精神的な成長を遂げてしまったと。で、旦那、このパートナー,、えー、同棲してたわけなんですけど、パートナーとの精神的なレベルが開いてしまったので、パートナーに向けてもらうのを条件に婚約をしたと。ですから、この、 いう、えー、ことをやっていなかったらです、ね、もしかしたらこのパートナーが別れてしまったかもしれない状況なんですけども、おいで、えー、と彼にも受けてもらって、ですね性格改善をして、です、ね、それで入籍して、今は2人仲良くやっているということなんですけどもで、この結婚のカップ集中プログラム、えー、この催眠療法と瞑想をですね上手に組み合わせたプログラムになっております。これをやるとですね非常にそういうことが起きてしまいます。この人も催眠と瞑想を受けましてですね、 で、催、え、み、ー、や瞑想を受ける前は、ですね、えー、結婚あ、お付き合いをする人はですね、ダメんすばかり、えー、結婚しては絶対に不幸になる、そういった人とばかり付き合っていたというふうな、えー、ことなんですけれども、えー、意識の力で、ですね、えー、この若くして中堅企業の部長とか、っていうふうなそれから常磐趣味とかっていう、そういうすごい人をですね、引き寄せまして、おいで、えー、と富士山頂で,ですね、プロポーズをしてもらってみようと、結婚をみたいな感じで。えーと 結婚のための費用とか、ですねウェディングドレス、それからあとその自分たちの住むところ、それらもですね意識の力を使って引き寄せているという非常に素晴らしい、えー、夫婦なわけなんですけども、この旦那さんの方もですね、えー、催眠というのを受けてもら、えー、っているんですけども、ですね、えー、それからまた、えー、この人はですね小学校の時から、えー、発作的にすぐに起こって物を返しないておくつ。 気がないとかっていう福祉明キアのチェーン店の女の方なわけなんですけどもそれで、えー、とこのすぐに怒って破壊するすぐに怒って破壊するというふうなことをですね、えー、やってたんですけども怒ってない時にはいい人というところで,で結婚したんですけども怒っては破壊するっていうのを繰り返してたんですね奥さんから離婚をやされてしまったとで離婚になっては困るっていうんで,です、ね、病院に行って薬を飲んだんですけども一向にならなかったとそれでライディアンスに来て催眠と瞑想を受けたらですね素と えー、この怒るというのがですね収まってしまいまして、で完全に離婚も解消して、ですねそれじゃだけじゃなくて、商売も繁盛してしまったとで、こういう人とかこういう人にですね取材に来てもらって、ますます商売繁盛ということです。それからまた、えー、と自己催眠ダイエットというのをですねやっておりまして、えー、自己催眠セミナーという中で、ですねで妻と結婚した当初はですね80キロのメとかだったと。 でところが、妻がですね、ある時ですね、太ってる人嫌いとかっていうもんでですね、嫌われちゃ困るって言うんで、えー、痩せようって言うんでですね、えー、64キロにすんなりと痩せてしまったわけなんですけどもあまり早く痩せちゃいますとしわだらけになっちゃいますんで1年かけてですね、痩せていったわけなんですがで現在63キロでですね、今日も 64. 何キロって感じでですね、リバウンドなしと。 で、えー、とダイエットをすることによって健康体になれて長生きをするんですけども私の目標があの人類のですね、えー、最高齢って感じで120歳までピンシャン生きてコロッと死のうと,、えー、と120歳まで何、えー、かぼ病気をしながら生きるとかボケ、えー、ながら生きるとかっていうんだと寂しいんでです、ねうん、そういうのなしにですねピンシャン生きてですねでコロッと死のうというような感じで,です、ねえー、なっておりますでそういったことができるのもこういうふうな えことの効果ということになりますそ <laughs> れから、えー、と世の中ではですね、えー、会社を作りますと <laughs> 10年足すと94%が潰れてしまって6%しか残らないと20年足すとですねさらにすごくなっちゃいまして99.7%が潰れてですね0.3%し,しか残らないと30年足すと0.025%しか残らないと こういうのは厳しいですね、ビジネスの環境の中、ラディアンスはですね、25年、えー、おかげさんで続いております。で,、えー、とですから、この辺りにいるわけなんですけれどもで、これまで1万人の人に8万回の催眠をしてまして、ですね、2000人の人に瞑想セミナーに参加して,ておりましてで、プロの催眠療法士は100人排出していると。 えー、しっかりとですねビジネスを行っているわけなんですけども、それから全国展開構想として各都道府県にラリアンスを一個ずつ作っていこうというふうな今、思いでいるんですけども、まあ、のコロナで、えー、今日みたいにですね、えー、インターネット経由であればこんなにはいらないかもしれないですけども、今作っていって、ですねそのやっぱ催眠療法っていうのは、えー、とかなんとかっていうのをちゃんと顔を見ながらやった方がですね、えー いいいと思いますすんでですねこのようにえネットでやるのもいいんですけども、なんで、えー、とこの東京にしかないと遠くの方から来てもらうのが大変というんで、ですね呼びましょうという感じですね。これでこのうんこのそんな感じであとこの、こういったこともできたんですよね。今を生きるという,ふうなことができますと。えー、とどういうのかというと、催眠というのは年齢対抗とか前世療法とかというんで,で、すね過去、自分の過去を癒すのが得意なんですよね。 で瞑想っていうのは、えっ、ー、と、雑念を抑えたりとか、先ほどの意識のようにっていうのをですね、DNA に送るだけじゃなくて、いろんな人に送ることができると、いろんなものにも送ることができると、だから雑念を消すということもできるというので、えー、未来にあんなことが起きたらどうしよう、こんなことが起きたらどうしようって心配するようがないんですね。これなんで、催眠で過去を後悔することなく、瞑想で未来を憂うことなく、今の現在をしっかりと生きましょうと。 で、現在の積み重ねがですね、人生になっているので現在は、ね、しっかりと生きていれば自分の人生がごっと重くというふうなことになります。